福岡県道62号北九州小竹線は、福岡県北九州市八幡東区から倉手郡小竹町に至る県道である。道路は八幡東区中央町交差点を起点に、旧電車通りを通る。その後道区大倉交差点で、片側1車線道路となる。道区の観光名所である河内貯水地を抜ける山越えのロードとなるが、道幅が狭く、カーブも多いため、 交通の難所である。また河内貯水寺付近では、マスフチや旗東自転車道線がほぼ並行して整備されている。道北城で、福岡県道61号小倉中間線との交点がある。ここから先、福知山山系を縦断するルートは、田川郡福知町、上野までの区間が未整備である。道町上野からは2車線の参道が整備されており、終点は、 倉手郡小竹町となる。また、道庁赤池地区と上野地区を結ぶ上野橋という橋があるが、この橋は道路線には含まれておらず、一つ南下した赤池橋が道路線として含まれている。したがって赤池橋上の橋間は福岡県道22号田川直方線との重複区間となる。最近では福知町に構えるコンクリート製品工場や 生コンクリート工場等の移転、さらには赤池工業団地の発展に伴い、多くの大型貨物自動車や大型ダンプカーの往来が目立つようになった。八幡東区大倉地区では、福岡県道296号大倉、伊東図線とともに、都市計画道路3号線として整備が進んでいる。橋梁起点から北九州市八幡東区、 中郷地橋付近の福岡県道62号。奥の山はさら倉山。ありがとうございます。